私ね、ほら。歌うまい人好きなんですよ、歌。付き合うとき歌うまいとか全然関係なくないですか？自分も歌の好きやし、で、歌って上手かったらちょっと好きになったりとかするんですよ。じゃあこういめっうち人ゃイだケと。メンだけどカラオケ行ったらめちゃくちゃ下手だった場合とかもダメなんですか？でも好きになるタイミングが、そこの前で好きになってたら、もうしょうがないと思うけど、ああ、じゃあ、なんとなくイケメンかなぐらいで、たまたまなんか飲み会の二次会でカラオケ行って下手だと、もう、対ああ、象ダ外みメたいかな。もしれない。ダそメんなか歌うも。まいの重要なんだ。歌ってなんか多分ね、音程を合わせるからバランスだと思うんですけど、なんかそこが好きなのかな、わかんないけど、でも、わかります？言ってる意味。その歌うまい人って絵がうまい人多いんですよね。いや、それ知らなかった。あ、リズム感今とかも度、そうじゃないですか。そうなの？書いてもらったら？今度、歌うまい人に聞いてみてください。なんか結構絵うまい人多いんですよ、歌うまい人って。ひろゆきさんは歌うまいです僕か？めっちゃ下手なんですよ、歌も絵も。ダンスは？ダンスもダメなんですよ。それさ、私が聞いてるからじゃなくて、自分いやいやいや、で。本当に、本当に。本当に？まだ歌うまい人って、要は耳聞いて、で、その客観的に自分の出してる音と、それに合わせるっていうのだから、その調整能力が高いのと、反射神経高い人じゃできないですよね。だから、割と気ああ、使なるうほ人の方ど。が歌うまい人が多くて、何も考えない人って、自分の歌いたいああ。ように歌うからずれていくじゃないですか。で、ずれてることに気づかないっていう。すごい。またすごい。今日も咲いてる。すいごや。い。いや、私でもね、いや、確かにそうかも。なんか人に気遣える人じゃないと、なんでそんな顔するの？とか思っちゃうんですよ。だから、ものまね上手い人って観察力めっちゃあるから、他人のすごい細かいとこ見てるじゃないですか。仕草とか言葉遣いとか癖とか。だからそういう意味で、やっぱ愛さんものまね上手いんで、すげえ他人を見てるんだろうなっていう気がするんですよね。いや、もう今のすごい腑に落ちた。そうですね。そういうとこで歌うまいだけじゃないんだ、私。見てたのは多分ね。だからね、イケメンって言ってくれたけど、これね、ほんと、これ言うたら、私これから仕事困るかもしれないけど、イケメンが好きじゃないんですよ。あんまりイケメンだから好きじゃないんですよ。イケメンだから好きになるとこじゃないんです、私。たまたま好きだった人がイケメンだっただけであると。そういう感じが好きなんですよ。じゃあ一応ブサイクでもチャンスはありみたいな。もう全然、ブサイクっていうか、顔のこれが好きとかじゃなくて、バランスが取れてる人がいいのかな。そこがホッとするのかな、多分ね。でもほら、芸能界だと大体の人歌うまいですけど、会社員業界って歌下手が主流なんで、そんなことないですよ。うまくならないですよ、会社員は。うまいって言っても、すごいテクニックがあって、ビブラートとか、なんかそういうことじゃなくて、まっすぐ歌うんだなとか、そういうとこ見てるかも。あ、このことが大切に歌う人なんだなとか、歌って踊って盛り上げた人なんだなとか、そういうとこ見てるかも。そういうのをずっと見てるんですね。いや、カラオケ行ったらね、行くと次の自分の曲ばっかりずっと見てて、他人のパフォーマンスを見ない人って結構いるじゃないですか。結構人の見るタイプですね。歌うじゃないですか。で、今これちょっと演歌歌いたいなと思ったら、ちょっと演歌歌ったら、次なんか演歌ばっかりと思われたらあかんから、これ歌おうって、もう歌ってる時に決めて、先に終わったら先に入れて、もうみんなの聞いて、もうみんなの応援するタイプです。歌ってる最中に他のことを考えられるんですね。なんだったらもう選んでる途中に、次の曲はこれ歌ったらちょっとにぎやかに盛り上げたいから、これとか。プロってそういうふうに考えるんですね。みんな違うの？違う、いひや、ろだっゆきさて、んは？歌を歌うって、歌詞を追うのと、その音に合わせるので精一杯で、歌いながら他のことを考えるなんて一切ないですよ。だって、ブレスとかもあるから、だからほら、このタイミングで息吸わなきゃとか、感想は感想、感想で。なんか例えば、感想で歌ってて、あ、全然これみんな聞いてないなって、じゃあ今度歌うときは、なんかこう、ちょっとみんなが知ってるの歌おうかなとか、ちょっと考えたりしません？僕、感想を喋っちゃうんですよね。誰だって、と？感想の最中って、暇で気まずいじゃないですか。だから誰僕と割喋と、るの？いや、だからそう、カラオケ行って、みんながカラオケ順番に喋ってる時、感想40秒とかあると、僕、普通に喋っちゃうんですよね。感マ想イク前で、に。この感想ちょっと長いですけど、みたいなことを、どういうこと喋いや、る？久しぶりにカラオケ行ったんですけど、やっぱ難しいですよね。機械とかよかったですね、みたいな。っていう普通の雑談をしちゃうんですよ。ねえ、めっちゃ面白い。いや、もうそれね、私もし、ひろきさんと、めっちゃカラオケ行った時にそれやられたら、
私逆に好きになってるかもしれない。だってなんか感想40秒とかの曲とか、なんかほらその立って歌う場合とか、なんかぼーっと立ってて、なんかみんなもシーンとしてて、すごい微妙な空気じゃないですかあれ。あ、でもね、そういうところを気遣われて、うん、なんか、はい、あのカラオケってなんかこの感想長いですよとか言ってマイクでなんかその言葉でつないでまた歌い出すんでしょ。あ、そうです、そうです。もうね、かいがしくて私はそこが好きになっちゃうかもしれない。その別に歌が下手とかじゃなくても、あ、なんかそうやって気使われるんだなと思ったら、はい、だからもうカラオケはもう行かなくなっちゃったんですよね。いや、すごい。でも、あの大学生ぐらいまでは結構カラオケ屋さん行ってたんですけど、社会人になってからもう行かなくなりましたね。ちなみに何歌うんですか、ちなみに。爆風スランプとか、福山雅治さんとか。意外。福山さん歌うんだ。あの、声僕そんな高く出ないので。福山さん高いですよ、結構。あ、そうなんですか。あの、すいません、僕あんま分かってないんです、すいません。すごい。それで、間に喋るってこと、お感想を。まあ、友達としか昔行かなかったので、割とそれが普通な感じだった。いや、その、カラオケって雑談するじゃないですか、他の人が歌ってる間。はい、だから感想の間も雑談をする感じなだけなんですよ。あ、そういうことなんだ。うん、いや、でもみんな今の聞いて、キュンと来た方いらっしゃると思いますよ。なんかその、ひろゆきさんがそうやって喋るっていう、なんか気持ちがすごい嬉しいというか。あ、いえいえ。チャンネル登録よろしくお願いします。